皆さんこんにちは、証券ママです。今日はコロコロごぼうの唐揚げを作ります。レンジでチンしてから揚げ焼きにするのでとっても簡単です。おつまみに最高に美味しいのでぜひ作ってみてください。それでは材料です。まずごぼうが1本、これね、ちょっと長いので画像に入らないので半分に切りましたが、これ1本で 230g くらいあります。これはですね、アルミホイルを丸めて、こう皮をね、こそげ落としてもう洗ってあります。それから調味料の方です。醤油が大さじ2、お酒が大さじ1、ニンニクチューブですね、これすりおろしニンニクでもいいです。これがだいたい 3-4cm です。それから片栗粉と、あとは揚げ油が適量です。材料は以上です。はい、それではね、ごぼうを切っていきます。ちょっとね、ごぼうはですね、結構まあそうですね、1センチくらいですね、1センチくらいの輪切りですねにしていきます。そしてね、お水にさらします。こんな感じでね、はい、はい。そしてね、この先の細い方はですね、これはね、ちょっと長めにこんな感じで 3-4cm にね、こんな感じで切ってください。はい、そしたらこんな感じにお水にさらして5分ほど置いておきます。はい、こんな感じで5分ほどお水にさらしたら、もう一度よく洗ってザルにあげてきました。そしたらね、これをですね、こういったこれ耐熱ボウルなんですが、耐熱ボウルに入れていただいて、なるべく重ならない方がいいんですけれども、こんな感じにね、広げていただいて、ラップをします。水はね、完全に切らなくて大丈夫です。はい、でちょっとふわっとかけて1箇所開けていただいて、これで600ワットでまず2分チンして混ぜて、また2分チンします。それでは2分チンしてきます。はい、こんな感じでね、今2分チンしました。そしたらね、一度ちょっとこれ軽く混ぜますね。まだね、こう柔らかくはなっていません。ちょっと軽く混ぜていただいて、そしてもう一度ラップをしてですね、はい、まあ、ふわっとかけて、ちょっと一箇所開けて、これでさらに600ワットで2分チンします。はい、それではさらにね、2分チンしました。はい、こんな感じです。ちょっともう透明感が出ていてね、まだね、完全には柔らかくなっていません。でもまあ、串を刺すとね、こう真ん中ぐらいまでは刺さる感じです。はい、そしたらですね、これ、軽く水気切りますね。はい。はい、こんな感じでね、水気を切ってですね、これすぐ水分飛ぶと思いますので、これね、冷めてしまうとお味が染みにくいので、水気を切ったらですね、はい、温かいうちにね、これ調味料につけます。こういったビニール袋に調味料を全部入れてしまいます。醤油が大さじ2、お酒が大さじ1、それからニンニクのチューブがまあ 3-4cm でしょうか。はい、こんな感じですね。はい、でこれちょっとね、袋の中で混ぜますね。こんな感じで、はい。そしたらこの中にね、ごぼうを全部入れてしまいます。これ温かいうちにやってください。これの方がね、お味が染みやすいので、もう水気は本当にすぐ切れますので、ちょっと熱いのでね、スプーンで、はい。そしたらね、よく揉んでですね、お味をね、こんな感じに。これね、厚手のビニール袋の方がいいですね。ごぼうが結構熱いので。はい。で、こうやって味をね、しばらく染み込ませておきます。これね、まあ長くつけた方がお味は染みるんですが、最低でも10分くらいはね、こうやって、ちょっと揉んでいただいて、はい、こんな感じでね、お味をね、染み込ませておきます。はい、それではね、今日はね、10分ほどつけましたね。もうちょっとね、つけてもいいですけれども、た
ただね、これ熱いうちにやりますので結構味が染みますので、まあ、10分くらいでも大丈夫と思います。はい、そしたらね、これ一度ザルにあげて、このね、水分切りますね。はい、でちょっとザルの上でいいので、こんな感じでね、ちょっと調味料を切ります。ペーパーで拭かなくてもいいです。ちょっとこうやってね、切っていただければ、あまり拭いてしまうとね、味が薄くなってしまうので。はいはい、そしたら新しいビニール袋にね、入れますね。そしたらここに片栗粉を入れていきます。そうですね、大さじ1から2くらいでしょうか。とりあえず大さじ今1入れましたね。そして振ります。もう少しのようです。大さじ2くらいでしょうかね。はい、そしたらね、これをですね、揚げ焼きにしていきます。はい、それではフライパンに火をつけます。はい、そしてサラダ油をね、5ミリぐらいでいいと思います。はい、こんな感じでお箸の先からね、ちょっと泡が出てくる感じですね。今日はですね、もうごぼうをレンジでチンしておりますので、そんな時間がかからないので、じゃあこれ入れてきますね。はい、はい、なるべくね、離して入れた方がいいですね。ちょっとくっついてるのもありましたね、なんか。で、割と今日はですね、これ生のごぼうの場合は割とじっくり弱火で揚げるんですが、今日はね、もうほんと中火ぐらいで、このカリッとすればいいです。最初はね、ちょっとこうあまり触らない方がいいですね。衣が落ちてしまうので。これくっついてるのかな、多分。少しね、最初1分ほどいじらないで揚げておいて、そしてね、ひっくり返したりしながら揚げていきます。はい、こんな感じにね、全部ひっくり返しました。で、ちょっとね、もう焦げそうでしたら火を少し弱めていただいて、あとはカリッとするまでね、揚がればもういいです。はい、こんな感じでね、少しだけね、途中から火をね、弱めたりして、今5分ほど揚げましたね。でも表面がこうカリカリにこうね、なっていればもう大丈夫です。今日はね、レンジでチンしてあるので、もうね、火は通っています。カリカリになってこんないい色になったので、もう揚げてしまいます。はい、こんな感じです。じゃあね、よくこれ油切ってくださいね。はいはい、それではね、よく油が切れたらね、盛り付けます。とってもね、カリカリで美味しそうです。やはり揚げたてはカリカリです。まあ、時間が経つと多少ね、しんなりはしますけれども。はい、じゃあこのぐらいにしておきますね。そしてお好みでですね、これもお味ついておりますけれども、こんなね、黒胡椒なんかをちょっとこうかけたり、味が薄いようでしたらお塩かけたりしてください。今日はね、黒胡椒少しだけかけますね。はい、これでコロコロごぼうの唐揚げの出来上がりです。とっても美味しそうにできました。はい、それではね、いただいてみたいと思います。とっても美味しそうです。はい、はい、こんな感じです。じゃあいただきます。うん、揚げたてはね、この外がサクサクで、ごぼうもですね、今日はですね、レンジでチンしていますので、本当に固
くなく柔らかくなって、ある程度歯ごたえも残っていてとっても美味しいです。それから今日のこの下味もね、十分10分でもお醤油を多めに入れて熱いうちにね、調味料をまぶしているので、これだけでも十分お味が染みて美味しいです。うん、こう生で やるとなかなかこう火が通るのに時間がかかりますので、少しレンジでねチンしてからこうやってあげると早いですし、とってもあの食べやすくてね、硬くなくて美味しくいただけます。もう一個いただきますね。揚げたては本当衣がねカリカリです。うん、これ本当にお酒のおつまみに最高に合います。お子さんなんかもね、これでしたらあのおやつ代わりにたくさん食べていただけると思います。ぜひ作ってみてください。美味しくできました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきありがとうございました。他にもごぼうを使ったレシピの動画もいくつかありますので、よろしければ概要欄に貼っておくのでご覧ください。それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。証券ママでした。